初めてのね、今日初めてちょっと皆さんにすっぴんをお見せするのは初めてなんで、ちょっと今すごい緊張してるんですけど、ちょっとドキドキしてるんですが、メイク配信をしていきたいと思います。キャー恥ずかしい。まずは化粧水から。はい、こちらイプサの化粧水を使ってます。皆さんイプサって知ってますか？こんばんは。はい、最近ここだけ口が乾燥しててね、嫌なんだよ。化粧水はワイも使ってる。なんか私さ、メンズの化粧水とメンズの化粧水じゃない、違いがよくわかんないんだけど、男の子も使えるよねこれ。はい、こちらですね、完全ドスッピンということで、次にクリームを塗っていきたいと思います。私はこのね、目の構造上、私の目の構造上、目の下がすごい乾燥するんですよね。目の下の皮膚が薄くて乾燥しやすいので、でここはねちゃんと乾燥、保湿というか乾燥を防ぐようにしています。そう、目の下の皮膚薄い族なんですよね私。で眉毛アートしてない、何もしてない。続いて、あ、なんか聞いてんだか聞いてないんだか分かんないんだけど、なんか口の薬ここに塗っときます。聞けと思いを込みながらこれ一応塗っときます。で唇がここだけ乾燥してて最近悩みなんだよね。というわけで続いて下地。ここからはメイクコスメになってくるので、コスメをお見せするのは初めてなんですけど、頑張っていきたい。初めてのメイク配信なので、ちょっとツイッターにシェアしようかな。初めてのメイク配信。テレテレ文字どれだ。テレテレ文字ないな。普段照れないから絵文字探すの大変。照れなくていいや。はいはいはい、というわけで続いてね、でツイートできてるかな、しっかり通知きた、ありがとうございます。ということでですね、次は下地を塗っていきたいと思います。はい、NARS の
ラリアンスプライマー、こちらをね使っていきたいと思います。え、これね全然使ってる人正直見ないんだけど、これマジでいいんだよね。こんな感じのプニプニしてて可愛い、これマジでいいんですよね。はい、ノーメイク、今ノーメイクですけど、ここに今これが指を触れた瞬間ノーメイクじゃなくなります。はい、なんかすごいエビマヨみたい、すごいね伸びが良くてみずみずしい感じなんだよね。で、私顔色が結構もともと悪いので、こういうちょっとピンクがかったピンク味というかの下地が、下地を塗って顔色を良くしています。なんか私がね最初よくこうテカテカしてるな、このみずみずしさの、みずみずしさのおかげですね。そう、色をつけていきます。顔色良くするとか、私そのクマだったり彫りが深い部分が結構なんだっけ、あのプラトニックじゃなくてなんだっけ、マイナス的ななんていうんだっけコンプレックスそう、コンプレックスなんですよよくわかったので今のでコンプレックスなので、このツヤっぽいのとかハイライトなどを使って、そっちはい、でもう全然違かったわ。のでこうツヤ感とかでそのコンプレックスをカバーするようにしています。次ファンディーション、ハロー。やっぱさ、ツイートするといろんな人が見に来てくれて良いね。こちらポール&ジョーエクラタンジェルファンデーションですねこちらはね、あんまね使ってくと綺麗じゃなくなってくんだけど、なんかこういうなんかこれも普通のファンデーションとかクッションファンデじゃなくてジェルっぽいファンデーションなんですよね。だからこれよく見ると固まってないというか、こんな固形じゃなくてプニプニしてるんですよ、うん、でこのファンデーションも、このファンデーションも全然誰も使ってないんですよね。でもこれマジで良いんですよこのファンデーションなんかポーランドジョーってなんか下地とかその液体もの、ファンでもその液体系のものが人気だったりしてて、でもこのジェルのスポンジちゃんがお出かけに参りました。このジェルのねファンディーションもめちゃめちゃ良くて、そう、うん、ただちょっと使っていくとこうなんかね、このプニプニが割れていくのがちょっとまあちょっとまあなんか汚く見えちゃって嫌だなって感じはするんですけど、このファンディーションはねすごい肌なじみが良くて良いんですよね。スッスッて、でこれはあのですね、あれなんですよ、薄付き系だから、薄付きにファンディーションを塗りたい人におすすめですね。なんかしっかりファンデってよりかはナチュラルに見せたい人、でもお高いんでしょ、まあ、伊勢丹とかデパートで売ってるものなんで、あのこれでなんとババン500円とか言いたいんですけど、デパートのコスメなんか基本的に高いからすいません、高いです
密着してくれるんですよね。だからで密着してくれるファンディーションで言うとタイプで言うとクッションファンディっていうクッションファンディっていうのが出てくるんですけど、まあ、クッションファンディもすごい密着してくれるファンディなんですけど、ただ私のクッションファンディの何がちょっと苦手かっていうと保湿性がちょっとなんかちょっとあれかなって、なんかね乾燥しないよって言う聞くんだけど、でも私結構なんかねかんよれやすいのかな、よれやすくてクッションファンディはピタピタしてくれたりとかするんだけど、私の肌質の問題なのか、でもなんかこう液体のファンディのようなこう感じよりはそのクッションファンディと液体のリキッドファンディの間を攻めたくて、それで出会ったのがこちらなんですよね。こちらめっちゃ良いです。なんかね5個ぐらい買ってるこれも、ただ薄付きだから特になんか今流行りのマスクヨレとか別に気にならないし、どこのファンディ？これポール&ジョー、はい、なんで気に入ってずっと使ってますね。ま、特に私乾燥肌だから保湿マンなんですけど、なんか乾燥も特に気にならずにずっと使ってます。では続きまして、コンシーラーですね。こちら使っていきたいと思います。これは出ました、またナーズ。私ナーズ大好きなんだよね。でも新潟になくて悲しいんですけど、コンシーラーはこれはねナーズのラディアントクリーミーコンシーラー、これはもう3本くらい使ってる。1245番ですね。これを目の下と、この私さこの線がすごい嫌なんですよね。この線がすごい嫌で、これをまず指で、私コンシーラーは指派なんですけど、こう2本を使ってこの目の下とここをにこう伸ばして、そくっきりしてるのがねすっごい嫌なんですよね。すっごい。でコンシーラーは固形じゃなくて私はリキッドの方が好き。でまあ、これだけでもいいんですけど、まあ、これだけでは飽き足らずこのイプサの、また出ましたイプサ、こちらのもうねだいぶ使っててもう穴だらけなんだけど、クリエイティブコンシーラー、私はクリエイティブアイドルということで、こちらをこうねまず真ん中のピンクっぽい色は、口のくすみ隠しとして、これ大事。口ってすっごいくすみやすいんだよ。すっごいくすんで、なんかすごいくすむんですよね。ほんとくすみって嫌みたいな。で小鼻もこうこのね、この跡みたいなのっていうか、この小鼻周りここも塗ります。なんかこう影が嫌っていうか、で上と下を混ぜたものを先ほどの飽き足らずポイント、ここですね、ここに入れていくんですよ。これショールームだから割ともうここのクマがね消えてるんだけど、肉眼で見るとそんななんで、ここの線、このね嫌なところをこうやって
逃して、ぼかします。はい、来ました。はい、そうしましたらですね、続いてコナンに入ってきます。あ、コナン、コナン、やべ、コナンどっか行った。え、コナンが行方不明に。1個あるんだけど、もう1個がない。待って、割れた、これ。割れてない、よかった。シャネル大好き。ちょっと割れそう。ここで、え、ないんだけど、え、ない、いた、え、ないよ。どこに行っちゃったの。さっきまで調子よかったのに。あ、ありました。なんか潜ってたわ。はい、こちらスックのオイルリッチグロールースパウダー、こちらです。これ私の持ってるコスメの中で一番高いかも。6000円くらいするこんなでかいのになくしちゃったんだよね。スックです。これ新潟の伊勢丹に入ってる。これさ、そうね、ラメが入ってて、オイルリッチグロート、私乾燥肌って言ったんですけど、あのオイルリッチグローってオイルが入ってるんですよね。だからそのオイリー肌の人向けではなく乾燥肌向けなのかなと思ってて、これを、まあ、面の下とか、スックのコスメこれしか持ってなくて、なんでかって言うと高いんですよねアイシャドウとか1万円くらいするからさ、え、高っと思って持ってないんだけど、粉はまあまあ6000円かみたいな、まあ頑張ろうみたいなぐらいの気持ちで使ってて、でもやっぱこう6000円出す価値がすごいあるなと思って、これ絶対なくなったらまた買う。で今ここから下で塗ったんですけど、上は眉毛とかにしっかり粉をはたきたく、ここはイニスフリーのノーセパムモイスチャーパウダー、これ600円くらい眉毛か、眉毛は600円で塗ります。でもこれはもう本当に600円でいいんですか、800円だっけな、それぐらいでいいんですかって、いいんですか、こんなに好きになって、好きになっていいんですかくらい、くらいってなんだくらい、本当もうそれ以上の才能があって、このイニスフリーの、私はなんか緑の粉の、緑のパッケージの方がすごい有名なんだけど、それだとなんかね、皮脂が、皮脂必要な、私乾燥肌なんで、私の中で必要な皮脂の分量まで持ってかれちゃうのが良かったんだけど、冬場とかやっぱその皮脂を持ってかれると、乾燥の原因になっちゃって、でもこれ使いたいのにな、めっちゃいいのになと思ってたらね、このモイスチャー版と出会って、そのこの青の方だとそんな乾燥が気にならないので、これを使ってます。わー、ハートいっぱいありがとう、感謝です。うんっていうね、もうメンズはうんうん、そうなんだね、あゆちゃんの気持ちで見てくれてて本当ありがとうって感じなんですけど、一旦水も飲ませていただいて、今日のお水は、あ、変わってる、この前までハラシンのだったのに、トップバリューの国内で採水した天然水、こちらを飲んでいきたいと思いますなんかママがいつも箱買いで家族に買ってくれるんだけど、
前まではなんかハラシンの会社のやつだったんだけど、そう、あゆのいならウォーターサーバー、いやウォーターサーバー私自分の部屋にマジで買おうと思ってた時期があって、でもやめました、本当に部屋から出なくなりそうで私一時期めっちゃ考えてたんだよね。あ、眉毛は最近は髪の毛ピンクの時代もあったんですけど、ケイトの眉毛にデザイニングアイブロウに帰ってきました。今はね茶髪なんで、これを塗っていきます。ちょ鏡、エレテーペンにしようがって、サーバー倒しそう私、え、そんなにあのウォーターサーバーあーとか言って倒すこととかある？絶対ないよね、あんな大きいの倒すことある？同じあのケイトの付属の筆とこうね、一生おすすめしてるんですけど、フーミーの眉毛ブラシを使って塗ります、描きますか、描きます、眉毛描きますちなみに眉毛描くのめっちゃ苦手なんですよね。足りないところ、なんかちょっとハゲてんなってとこは、ここ毛ないなみたいなとこはこういうちっちゃいこの筆で描いて、こう一気に描きたいところみたいなのはこの筆使って、パッ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 って描いていきます。ぼかしつつねみたいな、はいはい、はいはい、こっち側ですね、こっち側描いていきます。私もね、なんか保育園の頃になんか誰かに押されて階段で眉毛失ったんですけど、まあ、なんとか描いて足してます。前髪上げて描かないと、なんかもう描きすぎて別に平気でも、いつもは上げてるかな、今日はもう配信で、まあ、あと人生妥協というものが大事で、前髪上げてる人とか前髪作ってない人はあの左右揃わないとしんどいかもしれないんだけど、前髪ある私からしてみれば別に多少揃ってなくてもいいかなって思っちゃったりもね、しまして、まあでもこんなもんですね。これをかけたら、かけたら、ちょっとこう、あ、濃いなーみたいなとこをぼかしていい感じにしたら、今の動きめっちゃキモかったな、何がラーで、ラーラー、眉マスカラを塗ります。これドーリーウィンクの3番、だいぶ明るい色、本当はねブリーチしてる髪に塗るやつなんだけど、あ、髪じゃねえわ、ブリーチしてる髪色の眉毛に
塗るんですけど、まあまあ、まあ、眉毛はワントーン明るいくらいがいいと言われているので、うん、はい、眉毛はこんな感じで、できました。眉毛ですね。次です。そしたら ハイライトは、シャネルのボームエサンシエルスカルプティング具の何番でしょうか。このラメ入ってる方、ラメが入ってるのと入ってない方があって、これラメが入ってるようです。これはあの田中みな実さんが使ってるってなってすごい話題になって、一旦もうシャネルのお店から消えたんですよね。ハイライトなんだけど、で私も最初はあの欲しいって思ったんだけど、まあでも同じの使ったとて慣れるわけないしなみたいな、慣れるわけないからいらないもんって思って強がってたんですけど、姉が買ってこれめっちゃいいぞと勧められて、いやでも私は慣れないの分かってる、使っても慣れないの分かってる、でも使ってみなよって言って塗ったらもう超良くてすぐ買いました。すぐ買いました。でもこれはめっちゃ良くて、すごい発色、何ていうのか、こうなんか上品に、私今までハイライトってそのなんていうのかな、光が入った時にすごい光のスポットになってくれる場所っていうか、すごい照らしてくれるものなんですけど、だからこことかさ、こう出てるところに塗るんですけど、鼻とかちょっと骨が出てるとこっていうか、なんか石、なんかこう光ればいいやと思ってたんですよね。でもこれはシャネルの、これはやっぱ田中みな実さんがいいって言ってるのもあって、なんかすごいね上品に光るんですよね。上品にこうハイライトの役目を果たしてくれてるのがすごい良くて、なんか私なんかやっぱ口も悪いし、なんかああ間違えた、なんかじゃねえわとか言っちゃうんですけど、そんな私の口の悪さもこのハイライトが軽減してくれてるような気がしています。あとしれっとこの目の下にはでもあのね、 G 社のハイライトフェイスパウダーを塗ってます。これなんか天使ちゃんがパキューンってしてますけど、これで目の下に塗ってます。これもハイライトなんだけど、目の下とかはちょっと寄れやすかったりするので、今のはなんていうのかな、こういうプレストパウダーっていうのかな、こう粉系ではなく、これなんていうんだっけ、こうほらウィキッドスティックタイプみたいな感じなんで、ここは寄れやすいからマスクもつけてて、なんでここは粉もののハイライトを使ってます。使い分けですね、粉もの。アイシャドウは変わらずだいたいこの4つを使ってますね。
これロム&の BT パレット3番春に出たやつとキャンメイクのジューシーピュアアイズ12番と、あ、これは日向とお揃いで、これ綾香が卒業するときにくれたエレガンスクルーズアイカラー、エレガンスのやつ、はい、これもう2年前誕生日プレゼントで友達からもらったやつ、31番これをベースに塗ります、目の下のアディクションだね、これここから割となんか涙袋とかにも、私は涙袋をね描く子が多いんですけど、涙袋は描かずもあるんで、ほら見せ方やばくない？でも私涙袋あるんであるんで描いたことないです、だってあるんだもん、いらないくらいに。だからそう多すぎるんですよね、それが割となんか逆に嫌だなって思う部分でもあったりしていて、実は多すぎてもみたいな、映えるじゃないですか、いらないんですよね本当に。待って、私の大好きな赤リップさんがないんだけど、今しれっと立って探したのにどこ行っちゃったんだろう。多ければいいってものじゃないんですよね。え、ない。マジでない。どこやったっけ。どっか行ってしまった。こんばんは。しれっと探しに行ったのに。まあいいや、きっと見つかるだろう、その間にモアリップ塗っときます。モアリップは乾燥してる唇の味方だからね。これ塗っときゃ、あったー、ありました、モアリップではメンズにもおすすめです。じゃあ赤リップマジでよくて、保湿成分とかがすごくいっぱい入っててね、赤リップ塗ってから他のリップ塗ると全然荒れないんですよね、マジでおすすめです。今日はうん、今日はまあ配信デイなので何塗ろう、だいたいこのパレットのこことこことかを混ぜてこう塗って塗って、塗って、まあ気分なんですけど、キャンメイクのこのピンクのとこを取って、なんかこの辺に塗ったりとか、はい、もう指で取って同じ色をこの目尻側って色のせる感じ。あんまりなんかこういうピンク系のはなんかあの塗るといわゆる量産型というか
なんか地雷系みたいななっちゃうから、まあ、これぐらいだったら大丈夫なんですけど、あんまり塗らないようにしてます。あとはこの真ん中のキラキラが可愛くて買ったんですけど、ですけどごめんなさい、このザクザクのキラキラが入ってるのが好きで、ちょっとほらここ光ったの分かりますか、肉眼だともっと分かるんだけど、こういうの塗ったりとか、いつもオレンジとか塗ってるんだけど、今日はまあナチュラルに、そしたらアイラインを引きます。これメイベリンのハイパーシャープライナーですね。こちらを塗ります。これをさっと、私はよくあのメイクにメイク時間出発時間ギリ、あれれ止まってしまった、治った？いや、充電はね、ありまして、ここ止まっちゃった。そう、出発時間ギリギリまでっていうと持ってるんですけど、みんながもう支度してるよみたいな時まで寝てることが多くて、もうね、スタッフさんにももういつも言われるんだけど、でも最近はその早くでも支度できるっていうのが認められ始めてきてて、なんか大体さ、もう着替えとかメイクとか髪の毛とかも含めて1時間前くらいからまあ大体支度するんですけど、私はね40分前くらいにスタッフさんから起こしてもらって、支度を始めることが多いですね。大体30分でメイクを終わらせて、まあ、5分ぐらいで着替えて出るみたいな。はい。そうなの。でもこれをスタッフさんと、でも間に合いましたねまたみたいな話をしてたら、ひなたとかになんかでも遅いよみたいな、でも歩太郎が一番最後だよって言われて、なんかちょっとシュンってなりましたでも間に合っちゃうんですよねとか言って、ねーってスタッフさんと話してたら、でもひなたにでも歩太郎が一番最後だよって言われて、なんかシュンってなった終点だけ間に合えばいいもんって言ってで間に合ってんだもんそうよいしょ、チークこのやりとりありそうでしょ。これはチカナから誕生日プレゼントで最近もらった3のチーキーシークブラッシュ8番でもみんなはどっち派？余裕を持って準備したい派ですか？それともチークの入れ方はこんな感じ、間に合えばいい派？余裕持って準備する派？
マスカラ塗るの忘れてたわ。タタタタタニダリダニタタニ。会社でギリギリはダメって教わった。でもさ、仕事行く日とかさ、なかなか難しいよね。こう、でもやっぱギリギリはダメだよね。うん、間に合えばいい派がでも多いのかな。仕事の時は早めに起きる。えらめっちゃ偉い。なんか私もっていうかな、なかなかでも、ね、起きれないんだよ。余裕がないとそわそわする。あ、そうなの。起きれないんだけど。家出る1時間前はいや。え、でも1時間前に起きるか。え、早っ。まつげ。朝急ぎたくない。でもいっぱい寝たいん。寝たいん。ギリギリまで私。ギリギリまで。もうね、起きれないんだよね。どうやったら起きれるの。早寝か。私佐渡のロケの時にあのマネージャーさんと同じ部屋で、あの正確に言うとメンバーとマネージャーさん、女性マネージャーさんなんだけどと同じ部屋だって。もうそのマネージャーさんさ、もう12時くらいに寝たんですよ。私いつも、まあ、言ってしまえば3時とか4時とかまで起きてるから、起きてることの方がどっちかっていうと多い、仕事がある日でも。だから早と思って、でも めっちゃ早いなと思って。でもあの消す、でも電気消したいみたいな。でもそうですよねみたいな。だからもう仕方なくまあ仕方なくなんかベッドに入ったんですよね。と思って、急いでお風呂入って、もう急いで支度したんだけど、だから私も12時過ぎとかにはもうベッドに入っててホテルの。その次の日早起きだったね。でなんか、でも私なんか、ね、起きれなくてご飯行けなかったんですよ。起きたかったんだけど起きれなくて、それほど寝たんですけど。そう、起きれなかった。行きたかったのに、でも起きれないですよねって言われて、多分って言ったら本当に起きれなかった。でもなんでお腹が空いてなかったかっていうと、もうその前日にね、もういっぱい食べてるわけ。もうラーメンとラーメンとラーメンと魚みたいな、もう永遠に食べてるわけ。もうめっちゃ食べてて、もうすっごい食べてて、だからね、食べれたメンバー逆にすごいなって感じなんだけど。あ、下まつげだけピンク塗りました。メイク配信。忘れてた今まで。
そう、リップ、リップップはリップップリップップはね、このキャンメイクの限定だったやつ、ジューシーリップティントの1番を塗ります。うん、可愛くない？この色可愛いんですよね。おきに、おきにって死語？あー、おきになんですよね。スクショ？いいよ、ちょっと待って、ちょっと眉毛が気になって、スクショ、スクショって何のポーズしてるの？最近の巷の人たちは。こう？ハート？スクショタイムとか久々にやったわ。上から目線の女はい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 、うん、はい、シナモン、はい、いいよ、一人500円で高っ高っ、撮影会じゃないの、うん、あ、やばいやばいとすぐ退出ボタン少々ね、はいはい、久々にしたわ。ツイッター載せてね、見に行くから。スクショタイムって言った時はね、まあ、全然撮ってもらっていいんだけど、すっぴんの時はちょっと遠慮してもらいたいななんて実は思ってます。一が持ってきていい、この ここで今日さ、あのさ、3時くらいにお昼ご飯食べてさでもうすぐご飯の時間なんだけど、全然お腹空いてなくて、ペペロンチーノと豚まん食べちゃったんだよね。なんかだからなんかどうしよう、今すごい動きたい どうしよう、どうしたらいいかな、どうやったらお腹空くかな、なんか小ルームで体力を消費したい。胃の中でブタロンチーノ、ブタロンチーノしてるわ。うちの今お腹の中は。やだ、踊りたくない。どうやって踊るの？何踊ればいい？キリトのグナシペロンチーノ、ナッツ、うん、他のね楽曲歌いたいよな、ウマピョイ伝説と
うまぴょい、うまぴょい。オーサムね、オーサムみんな踊ったことある？踊ってみた？オーサミうなて、オーサミライド。もうね、この前とこの後ろの感じと地味に右左右左ってこう進んでいく感じ、めっちゃ疲れるよ。でもやっぱそのもっと疲れる曲ってもう最近あるじゃないですか。でで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 でみたいな言えなくなっちゃった。オーサム全然疲れるって言う、すいませんすいませんって。そう、ほんとすみませんって思いましたね。オーサム意外と疲れてみたいな言ってたんだけど、ほんとすみませんって思った。なしん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 。なんか私走ってくとこしかできない。なな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 なルージュが似合う女と死なれてたなんて。ファーって逃げるところ、わーって走っていくところしかできない。なんか誰かと話しててできるところで私ここぐらいなんだよね、わかるってなった。じゃあわかる、これ伝わるかわかんないんだけど、踊ってないとこだけしか。すごいよね、あのダンスほんとかっこいい。ね、ほんとすごいよね、ほんとすごい。なんか NGT のダンス面のやつが見てみたい。なんかアイニャーとかヤヒーとかレイニャーとかヌエちゃんとか、うん、私絶対できないんだよね、どうしよう。なんか10月の単独コンサートでしますとか言われたら吐くんだけど、できなさすぎて多分練習中に。え、どうしよう。いや絶対ない、大丈夫だよ、吐く、吐くわ。むずくて。あゆ太郎はダンス部に入らないの？ダンス面に入らないよ。私はどんなダンスが好きかって、チャラララララチャ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 ラチャララチャ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 。好きなのは、こういうので、アイヌも好き。私たちにできることは手をつなぐことかも。とかね、の方が。でもまあまあそれはちょっとまあ盛ったけど、でも一番あ私がね好きなタイプのダンスは、あのね、得意分野で言うと、あなたの代わりはいないとか。そういった部類だよね、そういった部類が得意な曲かなと。そういった感じの、うん、あとなんだろう、なんか
優しさに甘えられない。でーん、夏。でもどんな感じになるのか私たちもまだ何も分からずで、10月のコンサートに関してはどんなセトリになるのかなってすごいね思ってるんだけど、どんな感じかな、どんな感じかなって。ゆかちゃんの卒業コンサートも含め、うん、ねえ、ちょラーメン漫才ランドできないかなときめっせね。おもろい。でん、ふうふう。そうだ、あそこへ行けばいいじゃないか。嫌なことなど全部忘れるだろう。ちょ、もうクラウディクラウディが入ってたら、すいません、ラーメンワンダーランドはなんでダメなんですか。もうかき分けていくね。そう、言いに行くわ。なんかでもときめっせのコンサートのことを3年前くらいのやつを思い出したんだけど、やっぱあの強がり時計とかマジで良かったなとか思ったりして、うん、あららららららら、ありはじめて傘とか持ってなくて、このまま悲しみに踏まれそう、待ちぼうけをしたって構わないわ、そう思ったのに。バイバイ。いいよね。あ、NG っていう推しがマジでよかった。わかる。あなたは今日であゆ太郎推し、ほら NG。必殺技は押したろーバーンとか言って、意味わかんないよね。あれメンバーみんなで考え、それぞれで考えたんだけど、うん、知ってる？私の必殺技押したろって言うんだけど知ってる？あれもなんかメンバーにこうやって、私がじゃあこうやるからみんな飛んでくれないかって言って、ダンスの先生とあのスタッフさんとでみんなでこう考えて、この子はこうだから、そのキャラに適した感じで、なんかキャラに適したのと、そのなんていうのかな、こうはなんていうの、フレーズに合ったポジションとかそういう振りみたいなのを考えて考えて、なんか私もじゃあ必殺技を押したろうだから、みんな私がこうやったらこうやって飛んでくれるメンバーが、そうカメハメハマカンコウサッポみたいな感じで飛んでもらってみたいな、そうくの字で飛んでってほしいって言って言ったりとかして、流行ってたかな、流行ってたのもうちょい前じゃない、うん、そうときめっせでね、どんなのやるかまだ全くわからないんだけど、楽しみにしていてもらえたらなと思いますね。はい、うん、そうのえちゃんのやつがバカおもろかったんだよね。のえちゃんがみんな
なんかこう一人でこうみたいなことやっててそう、まあぜひなんか今はすごいこう会えない期間だったりもするんですけど、こういうコンサートとかがすごく久しぶりなこともあって、みんな今はモチベはこうね、アゲアゲな時期で入れてるのかなって、いてもらえてるのかなと思うので、あのモチベは下がらないようにしていてもらえたらなと。楽しみなことがいっぱいなことはね、いいことですから、モチベアゲアゲでいてほしいね。はい、まあ、なんで多分10月は忙しくなってくると思うから、なんかできる時にいっぱい配信はしておきたいなと、しておきたいって言ったらだけど、うん、していたいなと思いますね。はい、今日は初めてのメイク配信をしたりとかしたんですけども、皆さん楽しんでいただきましたか？皆さんも女の子とかね、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。では最後にランキングを読んでおしまいにしたいと思います。13位ラケオさん、12位ポポロさん、11位モエモンさん、10位ヒデヒデさん、9位おたけさん、8位ハムちゃん、7位マリモコさん、6位ユカコさん、5位アスちゃん、4位エイちゃん、3位 JT さん、2位ハチさん、1位ビスコさんでした。ありがとう。というわけで、見てくれた皆さんありがとうございました。8時半頃からオープンレックで楽しいゲームの配信をするので、楽しみに待っててくれると嬉しいです。今日はみんながわかるカジュアルなゲームをしたいと思います。見に来てね。バイバーイ。